皆さんこんにちは、のずちゃんののんちゃんです。のんぴー、よろしくお願いします。口パンティー口パンティちょっと待ってくれた。 OK! OK! について何を撮ろうかな、何を撮ろうかなって思ったんですよ、うんうん、僕発信で申し訳ないんですけれども、うん、やっぱり、うん、TikTok でバズりたーい、ねえ、TikToker ということで、うんうんうん、それがもうバズってるわけで、ね、フォロワー数も多分すごい多いと思います。そうですね、10万人ちょい、10万人ちょい、いかんぐらい9万人強ぐらいいるということで、なんかいろいろコツとか教えてもらったり、実際ちょっと撮ってみようと思います。なんか気をつけることとかあったらね、教えてもらいたいなと思うわけですけれども、なるほど。 TikTok はやっぱり短い動画になるので、うん、本当に最初の何秒かでいいなって思わせるのが大事なので、ちょっと待って、始まって初めてのこの真面目な顔、すごい真面目に、真面目なんですすごい、始まって最初にインパクトを与えるということ、うん、ね、TikTok 上で流行っている音源だったりっていうのはやっぱり目に留まりやすいし、うん、どんだけ流行ってる曲をやっててもおすすめに乗らないと意味がないので、なるほど、 TikTok は、うん、そのおすすめの音源をどう自分っぽく活かすかみたいなのが大事かなって、うん、思います。なるほど。いや、僕もねチャレンジしたことがあるんですよ、うんうん、例えばの、ちょっと流行った音だと、テン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 っていうのがあるじゃないですか。で、いろんな顔をしていくっていう、だから僕っぽくしようと思って僕がやったのは、てん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 ね、やっぱその音源自体がやっぱりそれって表情筋を豊かに使って面白く見せる音源じゃないですか。うわ、ルールに反してしまったわけだルールに反してるっていうか、まあでも聞くと向きだとは思うんですよ私。え、伸びる見込みある、うん、あると思います。うわ、みんなちっちゃい頃知ってた郷皆川さんを TikTok で見かけたら、うん、まあ懐かしいって絶対になると思うし、はいはいはい、でそれにちょこちょこピーちょこ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 ピーも、うん、すごい多かった今、うん、はいはいはい、ピーもやっぱりこう短い間でインパクトを残せるネタだと思うので、うん、その先に言ってらっしゃった音源って、うん、こう何回もインパクトを残さなきゃいけないやつなので、うん、そうじゃなくてなんかこう最後にバンってやっちゃうようなのに、うん、振り切っちゃう方が多分普通に伸びると思うかな。ちょっと待ってください、分かんないです、今しかこれ聞けないかもしれないですけど、はい、ちょっと困ったりとか悩んだりとかした時、うん、ちょっと話聞いてもらってすごい先生ですね。いや全然全然、ノン先生がこんなところに今真剣にね、僕の今のダメなところとこうすれば伸びるってところを教えてくれてるわけですから。本当にもうおこがわしい、いいえ、師匠、こんなこと言っちゃって、師匠って呼んでもらってノン師匠、ね、いやでも本当になるほど、なんかもうそういう格好も色味が強いから、はい、みんなの頭に残るし、だから私も覚えてたし、皆、うんうん、川さんのことはテレビで見た記憶で、はい、なので絶対 TikTok でもバズると思うので、やっぱ音源選びですね。音源選びか、うん、俺何でもやればいいと思ってた、うん、やし、うん、何やったら音源を作ってみてもいいと思います。作り方がおじさん分かりませんね、なるほど。でも本当に普通に音頭なしで自分で撮って、うん、でうんちょこちょこピーちょこ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 ピーみたいな、あこんなもしていいと思うし、あなるほど。いやなんかね、一個だけ僕の音源で勝手にバズってるのがあって、テンテレンテンテンテンうんちょこちょこちょこって言って心電図の音でピーってなってて最後死んじゃうっていうのが、うん、
すごいその音源が使われてたんですけれども、うん、なるほど、音源それ自体はやりま僕やってないんですよ。やった方がいいですよ、やった方がいい、やった方がいい、もう遅いかもなんか俺何ヶ月か前に見たから、あ、1ヶ月ぐらい前かな、絶対やった方がいいですよ、絶対やった方がいいんだ、うん、じゃあそれだ、それ探しに行こう、どうやって探すの、わかんないおじさん、多分調べたら出てくる、出てくると思う、あ、うん、みんなが知ってるからバズったわけで、うん、でそれ本人がやったら、あ、懐かしいってなると思う、のぼちゃんが言うんだから間違いねえよ俺は何やってるんだ今まで、そっかそっか、うわうわ、うん、そっかそっか、え、あとは毎日やることとかやっぱ大事なんですか。いや、私自身は毎日やってはなかったんですけど、うん、私は別の SNS とつなげてやってるのがやっぱ強いかなと思ってたので、うん、そのリンクを貼ったりだとか別のところでそこから引っ張ってくるみたいな感じだったんですけど、でも本当にシンプルに郷さんは、はい、TikTok 一本でバズれるので、テレビでバズってたから、うん、だから俺バズってたんだ、バズってた、あ、はい、ありがとう、うんうん、だから、うん、それを活かしてうんちょこちょこピーも捨てず、うん、そのこのこれで捨てず、うん、シンプルにやったら絶対バズると思う。うわー、ちょっと元気出ちゃったこれちょっと治療代おいくらですかこれねえ、ちょっと大丈夫です大丈夫ですか、ありがとうございます。レクチャーを今日ちょっと見てみたいなと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。もちろんです、ありがとうございます師匠ねえ、なんか僕のチャンネルみたいになっちゃった、なんかごめんなさい、なんか全然、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと TikTok を撮っていこうと思うんですけど、うわ、まあ、まずリングライトを用意してもらって、まずこれを持ってないからね俺でも本当にただ立てかけるだけでいいんですけどね、うん、でもこれ使った方が綺麗に映るんだ。そうです、うわぁいやもう今こっちで面白いこと起こっちゃったからいいね、うん、あ、僕あの人間と、ああこうなるわけでなるほど。でこれね、はい、さっき郷さんが使ったって言ってた音源をちょっと使うんですけど、はい、ね、角度ね、こっちの方がいいな、あ、やっぱ光大事、そうで、やっていきます。これがタタ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 っていうのに合わせて、うん、絵文字にある顔を作っていくっていう音源なんですけど、なるほど、ちょっとそれでやっていきますね。わ、初めてなんかこう、あ、結構結構今シミュレーションします、うん、みたいなのにしていきます。今のでもう取れたんですか。うん、今のがシミュレーション、シミュレーションいきます。じゃあやりますね、はい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 、いきますよ、本番先生シミュレーションも短いし、こんなサクサク撮るんですか。はい、僕1個も撮るのに俺30分ぐらいかかりますよ一発 OK、 これ見てください、はい、うん、うん、あ、これはまたレア、うん、どういうことはいはい、先生っていうのがやつです。撮った後に、まあ、編集とかもいろいろあるので、はい、絵文字側なんであれば袖に合わせた絵文字を表示につけたりとかして、表情筋豊かなところを私は見せたいから、そういうのでやっていってたりします。じゃあ、はい、ちょっと今私やってみたんですけど、郷さんもやってみましょうか。ちょっと待って早いよスピードが。6個絵文字があるんですけど、絵文字とか顔の種類があるんですけど、はいはいはい、最後は絶対 P した方がいいんですよ。はいはい、タッ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 ターンで、何やったら帽子飛ばすぐらいのやつが。でも顔折ってくれるかなこれね。いやもうね、折っても折らんでも、もう最後はもう消えちゃうぐらいで振っちゃう方が。先生ありがとうございます。面白いかなと思うので。ただやっぱり表情を作るのが、あの秒で6個作れるって先生できないですよ。いやできるっす。頑張りましょう。頑張ってみたいと思います。これを郷さん用にしてもらって、はいはい、さっきの見てるんで、じゃあできますよね、頑張ります。じゃあちょっとこれでカウントダウンするので、はい、頑張ってください。シミュレーションなしですね。じゃあ一回一度練習しますか。はい、いいですね
最後ピーッと。なるほど。がいいと思う。私は。よし。ただ顔のレパートリーなくて最後2つ一緒になっちゃった。ちょっと可愛いになりましたね。最後ね。可愛いの可愛くやりましたね。可愛く。可愛いの。私は女優。行、はい、きますよ。はい。はい。うわ緊張する。頑張れ。怖い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 。あともう一個。いい感じ。ちょっと見ましょう。うん、自信持てる。見ててください。最後ね、分からなくてもいいから。そうそう、最後 P なんですよね。イエーイ。まず一つ言えるのが、うん、やっぱロン先生はちょっと。肝が座ってるというか。そうすか。もうやろうやろう、行こう行こうっていう。やれ、もうもうれ、もうあの1回でいいんで、はい、まずシミュレーションパンパンパンってやって、はい、でそのシミュレーション1個で俺さっきの3、2、1とかももう、うん、自分の中で分かってないからもうなんか こんなのそれをさやっぱりバッチリやっちゃうあたりがやっぱすげえわ。ありがとうございます。うわもうレクチャーありがとうございます。いえいえ。これで僕もバズれるように頑張りたいと思います。なんか多分、うん、シリーズ化とかするといいと思うんです。例えば何かの音源でも絶対最後に P 入れるとかにしたら多分みんなそれ待ちで見てくれると思うので、うん、なるほど。じゃあですね、僕もですね、で引き続き、はい、のんちゃんの TikTok はね見続けてお願いします、はい、もうちょっと勉強しつつ、はいはい、今日吸収したことをやってバズらせたいと思いますので、はい、TikTok で見かけたときは皆さんいいねお願いします。お願いします。私もいいねします。やった、嬉しい。先生ありがとうございました。よかったです、はい、じゃあ今日撮った TikTok の動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。のんちゃんでした。ゴーミナでした。バイバーイ。